はい、クラチャンネルです。今日も八坂ダムに来てみました。先日ピュアフィッシングジャパンのプレゼント企画で商品をゲットしたので、これで釣りたいと思います。ではスタート。デックスのルアー3つセットにいただきました。ありがとうございます。使わせていただきます。バイブレーション苦手もらっとるというのはなんだけど、1個目、どれからいこうかな。バイブレーション苦手だからバイブレーションからいこう。まず1個目、DV6WR ラトルインのバイブレーション。タックルボックスの中にないの、メタルバイブはあるけど、バイブレーションはない。これなんかバイブレーションロスとして終わりそうそれかバイブレーションで今日終わりそう。いや、最後まで投げ続けられるメンタルは持ってない今日バイブレーションだったすぐ帰れます。バイブレーションで車で帰れます。帰れんイエーイバイブレーションクリア怖い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 。これルイ君が言おった怖いやつあー怖い、俺も怖いって言うこれVB60R バイブレーションクリア。ちっちゃいからね。ちっちゃいからいい。もうびっくりした。今日これずっと投げ上げるかと思ったのに。バイブレーションで釣れるんじゃん。ありがとう。もうちょっと投げようかな。たまるパターン。食ってくるのが見えた。なんでこんな時はバラさんの。まあでもこのクラッシュの方がいいかもね。結構なんか入るよ。水中で結構見えるもん。やっぱこっちが違う。これカラークラッシュブルーギル。クラちゃんから巻き物で釣りなさいという指令が出たので、今このプランプランしているグリフォンを投げたいと思います。ガバするわ。今普通に買えるもんね、ショーケースに入ってないよねそれいつの時代って言われるよ鍵かかってないまた忘れ込んだね。そうそう、買い取った方がいいんじゃない。せっかく釣ったのにね、次のルアーに行けるのに、あと2つもある。天才だから釣れっしょ。余裕っしょ。はいよ。次どっちにしようかな。ちょっとまだ水の色がクリアだからこっちにしよう。 CR52SR シャロークランクの 55SR よりもちっちゃいのかな。ちょっと軽いラウンドリップ
軽いカバーなの。舐めるよみたいな。色は LP シャツ。もうついてきてた。ここ。もう沈んでる。いいよ。ん？薄くな。30。あった、上、上、上。こた。違うわ。違う人じゃった。うち違う人？うん。だって、すごい感じだもん。すいません。ああ、食ったけど。え、バスも食ったの？いや、違う。それだったの、最初から。まあ、小バスだけど、うん、くるくる回すか。イエーイ。また終了。ピックスさんが、ピックスさんすごい。車、車、うん、デックス SR ゴーリー SR くれますね。はい、続いて3つ目、これ釣ったら終わり。 SC55F フローティングシャット。ちょっとでもカラーなんだ、マットタイガー、はい、マットタイガーね。うわぁ、クイーン太った。クイーン太った。クイーンバンダマジ。あれ食ってる。目障り。帰ってください。傷だらけの歴戦。まあバラしまくったけどね、この前ね。今シャットが一番釣れやすいと思っとったら、シャットが一番釣れんっていう。なかなか難しいな。まあお昼だしね。でもね、濁いだった。濁いだった。うん、セックス。あー、でもかなりいないね。さすがに3週連続はいないってこと。バスの子なのに、ね、こんなのさらに付着しました。それは良けよ。あ、あら、深いの。深かったね、このサイズで。深いのか。なるほど。23から5。取れてんのか。バイクで粘りすぎた。これでもあれ、あのテンポは水が綺麗なんですか。
色はないんだよ。あ、ふっと、ふっと、ふっと、もう、なにさ、やっぱりここだ。ここが倒れてた。お、やった。あるね。いける。落ちてくださいネットもらったら。いける。いやー頑張れ。なんかちょっとバイブレーション連れてるけど気にするな。そのまま行けー。おーやっとおめでとうございます。ダブルで食べる。よいしょ。いいじゃん。ちょっといいか。なんかバイブレーション沈むじゃん。あ、よかった。ほい。ほい。あ、何だ。SC55 やったダブルよいしょありがとう本当にありがとうなかった。